し、行くぜ。バックパックバトルー。お、書店に飯か。ありがたいね。釣る折りでやりたかったけど、まあ、とりあえず、飯が来てくれるんなら、この辺買って、大き信者です。どうも。で、どうだろう。飯か。もうシャベル作る？これ。よし。で、メシアミュー、今置いても仕方ないんで、とりあえず喋ってみようかなと思います。いってらっしゃい。スタミナキッズ。それでも俺は早める。RTX53 番 TI。どんなグラボ使ってんねん。数字がでかけりゃ強いみたいな。昔のパソコンみたいになってんな。X58000 最高。え？いきなり無知？早いね。いやでもここで鞭置けんの強いね。ありだね。この時点で鞭あんのはね、普通に強いので、ちょっと置きたいです。正直置くだけで強いと思う。レインボーとか買ってる場合じゃない。ちょっと回そう。おい、あーカバンやな。おバナナが来ないな。鞭来るんだったらちょっとトゲも生かしたいよねって。まあ鞭一本で戦おうかな。よし、これでいこう。いけ。トゲあるやろ。トゲ弓か。作ったシャベルいきなり捨てることになるけど、これは神の意志に従うのもありよね。神の意志に従おう。シャベル作っていきなり売ります。でトゲ弓茨の鞭でいきます。これでいいと思う。全然な。ちょっとスタミナ不安やけどね。こんなに強い武器があるというのに。なんか攻撃早いなあんた。うわぁ。うわぁ。なんかこっち、動き止まってたな。スタミナがないわけでもないのに。武器振んの早かった相手。食う。よし。いや、もうそのセット。あ、やばい。シャベルが怒ってる。俺を捨てたな。すいませんって。ごめんって。バナナ来た。オッケー。バナナ買いまーす。まあバナナ早めて、クリティカル乗せてて、これでいいね。ガブ飲みポーション単体もう弱いと思うから、エルスポーション買うのはありなんやけど、売るもんがないんだよな。まあええか。ちょっとガブ飲み来たらワンチャン、それでも強いとは思うから、ちょっと予約だけしといて、でガブ飲みしか買うもんないなって思ったらあのポーション買おう。その予約で行きましょう。あ、でも基本はもうトゲ溜めたまくるぞの方針で負けんねや。いやマジか。ちょ、デバフきつ。いや、スカルバッチが優秀すぎんのよ、ほんまに。あー、久しぶりのスパイシーバナナさん行くか。飯だし、ガールパワーもだいぶ遅なったもんね。イジェネとエンパワー、まあそれもありだが、スパバナさん使いましょう。時間膨張時計だって。あんまり使ってないからちょっと使ってみんのもありやな。使用速度が下がるからさ、武器いっぱい置けるようにもなんねよな。じゃあもう一本ぐらいトゲ弓置いたっていけますよっていう雰囲気は出てくる。置くか。ババナさんの回復力は言うて安定であるから、で武器いっぱい置いたらスパバナさんの回復力も上がるので、もう一本トゲ弓置きたくなるな。次でトゲ弓引きたい。さあゆっくり戦おう。せっかく時間膨張時計使ってるから、そうだね、スタミナ余裕やな。もう一本弓置こうぜ。ショート棒カモン。ナイス、時間膨張時計ありがとう。わダブムチいける。トゲ弓抜いてシンプルダブムチ。時間膨張時計を信じよう。行ってみよう。これちょっと早めんのさすがにしんどくなるから、こんな感じにして、でスパバナさんは絶対置いて、飯早も絶対置いて、早カバンで早めんのはバナナです。時間膨張時計って1秒ごとに最もクールダウンが長いアイテムの使用速度が 6% 上がるやろ。多分バナナが早くなんだよな、さらにね。ってなればなんやかんやでスタミナ結構回復してくれるんじゃないかなっていう目論みで、ちょ行ってみよう。これでよし。これでスタミナの消費具合を観察。どうだ、ブラインドにやめてほしいな。うちの命中率が 75% になっちゃった。いけてんね。おお、時間膨張時計兄貴いいですよ。
まあちょっと触れてない部分も、いやでも結構触れてる言うて、あ言うて触れてるわ、素晴らよ。アイテム発動回数向こうか、あースタミナ切れなってないじゃん、へえ、あいや一回なってるわ、そうやな、いいですね、ゆっくり戦おうぜ、膨張時計いいですね。でトゲ貯めたいね。あまあクリティカルが出るからこれ買っといたっていい。まあ2個あると何かに進化できるからな。ちょっと置いとくのはありやな。でカバンはあるから、なんかせっかく飯編みあるからご飯買いたいね。豚の貯金箱でラック豚作って、んでこの子がパワーちゃんに育った後にエンパワー取りやすいように育てておくか。こんな感じでいきましょう。でこれを蹴るようにしたいからバナナもう1本買うのはありやね。お人参あり。でラックしっかり貯めてエンパも取ってくれるからそれもあり。ガチャはしてる場合じゃないな。人参と、まあ、それ買うか。OK。でこれ以上武器置けない。バナーがもう一本あればね、弓だってもう一個置けんじゃないか。時間膨張時計ちょっと今んとこスタミナきつそうやけど、頑張れ時間膨張時計。いや結構触れてんだよな。でこれでバナナだいぶ早なってるよね。ほら 2.36 秒ごとになってる。いいね。なんなら茨のムチが遅い。いいね時間膨張時計で、あー全体的に遅くなってるからなんとか触れてる。いいですね。おーバナナだいぶ早なってる。よしでお人参買って、お人参がもう一本来て、なるほど、トゲトゲエンパワー、おなるほど、おマジか、熱いね今飯が熱い。ババナさんこうして、うわーこれ人参に当てたいな。ダブル人参でいいか。でもそんなにラックがないね。ラック4溜まってないよな。だから今はスパバナさんだけに当てとこう、とりあえず一旦これで。でラックが4溜まるようになったら人参に当てるようにしていけばエンパワーも結構溜まるはず。これでいこう、さあどうだい。今ラック2しかないよね、溜まる要素ないもんな。そうやねんな。でラック4以上ないとエンパ溜まらんから、それからやな人参に当てるのは。うんちょっと強いか向こうフレームウィップとフェニックス、いやちょっと強いかちょっと強いな、火力高いですね。んーでやどうするか。ビーストマスターでシンプルに飯早めんのも強いし、まあ、トゲいっぱい貯めるから毒漆でも強いし、どっちかな。飯の力を信じるか毒漆か。時間膨張時計でゆっくり戦う構成やから、まあ、徐々に毒入れていくのありか。ビーストマスターでピックプール広がるのもちょっと難儀やし、パイナップル必要で、おおちょっとカバン、えい、どんぐりもありね。まあでもラックたまる要素がないからちょっとお困りさん。トゲ弓売ろか。あなんかバナナに全然乗らなくなってる。血を乗せたいよね。こうか。あいいじゃん。まあアミュレットが全部乗らないけどまあいいじゃん。よしこれでいったれ。スタミナは持つやろ。いや、うん、バナナに乗せなかったのがちょっときついか。頑張ってー。よーしよ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 し。21か。あー結構いい毒入るね。よしよし。トゲ14で、まあまあいい。まあまあいいですね。で、時間膨張時計って発動早いんだよな。結構スラバートとも相性いいんか。なるほどね。スパイシーバナナさんで回復しつつ、相手がちょっと火力に乏しいな今んとこ。まだ育ってない。さてカバンとパイナップル買いで一応確定です。なんかラック貯めるもの欲しいな。レジェンダリーも上がってきてるからパワーちゃんもう引いてくれてもいいんだよ。でラックカバン、ほほ3本目無理無理無理。ラッパな、ラッパもありないよな。エンパ貯めつつマナ貯まってブルーベリーがラックを取る、そして人参も働き出すっていうコンボ、まあ、そういうのもありなよね。だけどまあそれよりも、まあ、カバン欲しいな。うわーこの辺全部欲しいな。マナオーブ半額やったらちょっと欲しいよ。
普通に守りに使えたりもするしね。まあ、ニンニクには振ってとりあえず買っとこうか。まだ置かないけど。エアカバンと、いやでもマナオブいいわ。オッケー。エアカバンだけ予約して次へ。進化はローズウィップ以外ないんじゃないかな。うん。オッケー、ナイス、いいよ。ダブルローズウィップだって回せる。てかなんかスタミナ余裕になってきてるな。どうだろう、どんぐりエースクリティカルの杖作ってないからね。どんぐりの首飾りの効果を受けているアイテムのスタミナ消費ってマイナス 10% か。なるほど、さらに余裕が出るわけか。ってなるとバナナ1個どけてもいいよっていうことになるから、多分バナナ1個どけてスペースを使えるっていう考え方もできるし、これ置いちゃうか。んで早カバン、まあ、買うよね。あ、ラックマン来たわ。まあでもブルーベリーがないんだよな、そもそもラック取るのはいいんだけど、まあただクリティカル出せるようになるのは普通に嬉しいので、ルートは買おう。ラック溜まってくれたら嬉しい。ガチャも引きたいけど、ブルーベー本かな。うん、まあまあまあカバンいるな。こんだけスタミナあったらもうバナナ大丈夫やろ。うん、人参増やそうぜ。でこうなってくると人参エンパワーがもう取れるようになってくるやろうから、ダブル人参に当てたくなる。まあ例えばこの辺とかね。お、ええやん、ええやん、ええやん。フルートに乗っけて、ええやん、ええやんじゃないですか。これで結構エンパも溜まるから、ムチ2つの火力も上がる。よしよし、これでええやん、ええやん。ではあとはこいつをパワームチに育てたいので、お願いします、スタミナポーション。なんか毒おまけみたいな感じになるな。とにかく火力、トゲと、あ、トゲ取られるな、やめてくれ。どうだ、いやでも強い、素晴らしく強い、いいね。ラックも6ある。チェーンウィップに取られてるけどまだラックあるから、エンパがしっかり溜まってる。やっぱ人参エンパなんよ。エンパはね、人参が9も稼いでるぞ。チェーンウィップに取られたものの、いいね、やっぱ人参なんだわ。別に豚ちゃん当ててない人参もしっかり稼いでんね、エンパ素晴らしい。とにかくトゲよ、いいね。で何気にこのデバフ無効化確率プラス 5%、 これが熱いよね。毒漆って 25% でしょ。 40% か。そうなんよな、デバフ無効化 40% 全てよ。あー、羊飼いの杖より優秀やん、一マスで。あ、そう、やっぱ杖いらんわやっぱいらんわ、あの子いらんわ、羊飼いの杖くんいらんわ毒ぽなー。まあ、もう一個フルート置いたっていいけど、まあとにかくちょっとスタミナポーション欲しいな、今もう。来た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 ので、こうやな、とりあえず一個進化できます。ちょっとマナオーブ迷うね。マナオーブがやたら半額で来るけど、いるんか。 いらんやろ。いや、スタミナポーションもう一個、もう一個来たっていいぜ。まあ無茶か、3マス余ってっけどね。無理に買うことはないという説もあるが、まあええか。ニャドングリエースいいな、置くとこ適当でいいから楽やわ。オッケー、行こう。もう一個フルート取ってラックガンガン貯めんのもありやな。お、プレゼンティーじゃん。ん、負けるか。お、ナイスクリティカル来ました。これがレンジャー、ザ・レンジャー、いいね。よしよし、クリティカル 50% か。もう一個どんぐり置いたっていいな。速攻でクリティカル出せるようにして、バシバシクリティカル当てていって、でエンパでどんどん茨のうちも強くなるよと。よしよし、まあこうしてドングリエスこの辺置いて、うん、全然これでいいな。ガチャ、飯ガチャ開けたら激アツやけど、どう。あー、まあまあねまあいてもいいよ。早カバンか、もう武器早めても大丈夫そうではあるがね。まあでもカバン余ってっからな。それよりもう一個ちょっとありやな、オイルランプ結構ありやな。いや、パワームチもう一個いこう。置き方ちょっとムズなるけど、まあ後で考えよう。はい、パワームチ、はい。あ、ラック初手これで4位いけるから、それは大きいかもしれん。そう、最初から人参がエンパワー貯めれるようになるから、もう初動からね。我人参を信じる者、人参を増やします。トゲトゲエンパワー毒漆、火力がメインになってるな毒漆はもう防御用みたいな、こんな感じになってる。
これ買うか。4マスカバン。予約するほどか。いや、予約するほどです。いや、4マスも余ってる。攻めのバックパックバトルでいきます。人参5回ね、次は。エンパたまるよ。いいよ。んで、毒漆がね、いい味出してたと思う、今のは。雪入れてくる構成でしょ。結構無効化したんじゃないか。無効。いや、いいね、いいね、いいね。いいね、雪無効化が結構効いてる。よー、これに羊飼いの杖が乗ってたらさらに無効化してたやろうけど、まあでも毒漆で十分やな。で、さらにさ、人参のクレンズがあるから、当たったやつも、あ、めっちゃクレンズしてる。9個クレンズしてくれてる。で、これは時間限定やもんね。いや、いいね。だから雪が入りきらずに向こうも火力が上がりきらず、フリーズの意思があるとしても勝てた。やっぱ防御も兼ね備えてんじゃん。デバフ当ててくる構成に対しては、全然、毒漆くんと人参で。で、さらに1本増えるし。良い。非常に良い。あ、ブルーベリー来たな。これでマナが十分あれば、ドラッグも溜まるようになる。で、最強食材か。それちょっとないがしろにしたくないな。と、ちょっと無知の所在を、こうずらしたいんやけど、こうして、どんぐりエースこの辺置いて、あー、いける。オッケー。広くて偉いな、大食のアミレットは。もうチーズを置きなさいとばかりのスペースができたな。チーズくん、チーズの置き場所はここだよっていう穴ができてる。置こう。わー、最強食材半額。この辺欲しいね。よし。お、いいね。まあ、ブルーベリーウエストポーチっていうのがちょっと微妙やけど。あ、いいね。ブルーベリーもう一個来てる。あ、そう。どんぐりエースのおかげで首飾りどこでも置けるようになってる。なんでトゲか。うわ、全部欲しいな。トゲ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 パワー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 。トゲ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 パワー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 。結構いいんじゃないですか。トゲ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 パワー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 、トゲ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 、あとちょっと苦しそう。暗比強い。いけ、よー、ナイス。エンパ19。良い良いよ。暗比強かったけど、癒さずの杖とユグドラシルの歯ね。いや、いい構成や。で、吸血のアーマーとかもある。あ、吸血構成を兼ね備えてて、まあでも直接攻撃武器がないから、吸血溜まってるのをちょっと活かしきれてないんかな。向こうはなんか上剣とかあってもいいよなっていう雰囲気。いや、でもいいなぁ、癒さずの杖構成にも勝てている。うん。で、毒もまあまあいい味出してるんか。まあまあいい味ぐらいやな。っていうか、なんか茨のムチの方が火力出てんな。なんでだ。当たるか当たらんかの、あとクリティカルか出るか出ないかの運みたいなとこあるな。せやね、運やね、これはね。別に火力はそんな変わんないんだよな、ローズウィップにしたところで。まあ、ローズウィップになってもらって、よっ。エンパもう一回貯めてほしいから、まあ、ローズウィップにはしたいね。退職のアミュレット、これは、ここにこう置いて、で、こうなのよ。こうずらすと、またね、ここら辺にチーズを置けるようになるから。で、アミュレットも乗ると。で、スパワナさん、ここから届く。で、ここ行ける。うわ、人参か。ひたすら飯やな。ひたむきに飯を集める男たち。なんか肩身世話になってきたな、ムチの。ちょっとムチがどんどん隅に追いやられてる。飯が幅利かしてる今ちょっと。すごい飯が、飯の時代なんで、こうした方がいいんか。何で飯が幅利かせまくっとるの。お、無理やり乗せていく。バーバナさんを乗せんのがさすがに厳しくなってってるが、バナ1個ぐらいはないとな、多分分からされるよね。どうしよっかな。てか置くとこないんだよな。まあ、ちょっと一旦忍者諦めてカバン引きに行くか。よし、完璧やんけ。あ、いいんちゃいます。無知の追いやられ方おもろいな。ちょっと住みへ、ここ飯帝国なんで。ここでやっぱ最強食材はやはり最強なので、まあ、こうかな。人参も信じてるけど、やっぱりパイナップルもある程度。
エンパとパイナップルどっちを優先するかすげえ迷うんだよな。でもね、結局トゲやん。エンパも貯めたいけど、トゲが1貯まったら火力上がるからね、この人たち。俺はトゲで火力が上がる武器しか置いてないから、エンパでもいいしトゲでもいいってなれば、やっぱパイナップルは回復能力もあるし、でこいつは 55% の確率やからね。エンパはエンパで嬉しいけど、やっぱトゲ集める方が正義ではあるので、パイナップル最優先にはしたいところ。ただここの形は崩したくないので、まあこれでいいんじゃないですか。よし、さあどうだ。エンパトゲ、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 どっちが溜まっても攻撃力が上がる。エンパトゲ、エンパトゲ、ついでに毒も入る。毒はおまけ。ドカンドカン、いいクリティカル率 100%。 クリティカルってどれぐらいで 100% なってんやろ。これで 50% か。ラック5で 50%。 これもう一個首飾りあったっていいな。もう最初からクリティカル出しまくってもらって一気に決める。そう、なんかもうメガクロみたいな戦い方したっていいもんな。後半はやっぱクリティカルローズウィップがいい味出てますね。でマナはまあ頑張って貯めて後半に10って感じか。だからブルーベリーがラックを貯めるはちょっと望めないな。せやから普通にどんぐりの首飾り増やしたいのと、この子もパワーちゃんにしたいのと、カバンが欲しいのと、ブルベギリギリマナジーたまりそうやから、まあ守りに無敵っていうのもあり。ブルベ買うか。でブルベが来るんか。そうですか。他の飯来んかなって思ったんやけど。てかエンパマン来たな。シンプルエンパマン。いやでもそろそろパワームチ取りに行こう。来た。待っとりましたぜ兄さん。いらっしゃいませ。パイナップルは最優先。どこ置く？あ、まあパイナップルってここの縦置きやな。ここ縦置きでここにベリーやね。いけるわ。それでギリ退職乗る。オッケーオッケー、いけ。で聖なるポーションさんがいなくても人参パワーでクレンズしてくれる。人参と毒漆パワーでデバフは大丈夫だきっと。まずブラインドは毒漆が防ぎながら、これブラインド構成ですよね。いやいいね、全然ブラインド入ってない。ういいいね。ライトセーバーでブラインド与えてくるっていう構成。これ神の光も金次第引きたかったんかな。暗黒のアミュレットもあるから、こいつもデバフ与えてきてるはずなんやけど。いやいいっすね、全然や。あそうね、燃え盛る旗もあるのか。そうか、燃え盛る旗とライトセーバーでブラインドを与えていって、で目くらまして当たらんうちに殴ったろって感じの構成。ライトセーバー1本やったらそんなに火力出ないからな。当たらなくしようの回のものだとは思うんだけど、それはもう全然。ブラインド見ますね。いやいいね、解除しまくってる、しまくってる人参。いいよ。ライトセーバーが与えたやつは時間限定やから4。でも4ってことはさ、これ5秒間8を付与するやろ。で5秒間だけの8を付与して、その時間切れでなくなってる目くらましが4ってことは、そもそも当たってないんだよな結構。ってことはやっぱ毒漆の無効化がめちゃめちゃに効いてるってことですよね奥さん。いや素晴らしい、素晴らしすぎる。あーすらばしいな。でこうでいいね。ウェイ。あそうか、これでもこう置くと、そっか、ここにパイナップル入らなくなるのか。グエ、そうだった。でもここ置くとね、退職乗らなくなるんよな。退職ナミレットここまで活用してんの初めてじゃない。どんだけ乗せんねんっていうぐらい気合で乗せてる。上上げちゃうとちょっと乗らないよね。ちょっとローズウィップさんをさらにさらに隅に追いやるとどうなる。ローズウィップさんとうとう画面端ギリギリまで追いやられた。あでもそうすると、この縦置きできるようになるわ。あいいね。ローズウィップさんの肩身がでさらにパイナか。いやー置きたいけどね。あの人参の肩どっか持ってこれんか。人参こうしてパイナを、パイナね、ここに横置きとかしたいけど、あでもその置き方ちょっともったいないか。こういう置き方とかしたい。人参で埋めて、いや割とどこ置いても毒漆兄貴乗るから。うんうん、あなんかいい匂いがしてきた。うん結構いい匂いしてきたよ。
おお、こんだけの飯が全部乗ってる。飯網フル活動。いいっすねこんだけ退職のアミュレット活用してたら、退職のアミュレットさんもさぞ喜んでおることでしょう。これはすごい。じゃあ、ブルベこうやったら全部乗るわ。おお、こうだ。完璧や。じゃあ、カバン欲しいな。カバン欲しい。よっ。あー、守りにそれ次買うか。カバンがあればやけどね。カバンが来てくれたらそれで無敵稼げるよねみたいな。しゃ、完璧。いける。すごいなこれものすごい飯あー、でも負ける。いや、な、負けたマジか。こんだけ、てかすごいなこれ愚カードどん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 で、これでさ、効果ダメージプラス 50% されて、ルビーの人影の火力がどん上がりで、この2人、この2人の火力がどん上がりで、すごいんじゃないの。いや、そやね、アイスドラゴンとルビーの人影の火力めちゃめちゃ上がってるよね。いや、これはちょっと強いわ。これ引きすぎやわ。だってこの子育てた上でこんだけ引いたんやろ。これは俺は上振れやな。でプリズムオーブ2つあるし、吸血のダガーも3本あるし、で4つ目作ろうとしてんやろ。え、引きすぎやろそれは。で貯金箱今3つあって、どうやって引いてんこれいや、これ引きすぎじゃない。でこんだけウエストポーチもアホみたいにあるし、どうやってんこれは上振れだね。これは無理だわ。引けすぎ引けすぎ。スタンダガーでヒート26到達してるから、12以上あるからスタンも来るんやろ。ハンマースタンダガー、これ無理だ。血のアミュレット4つ引いてるやろ。血のアミュレット4つ、プリズムオーブ2つ、ホロカード死ぬほどある。ホロカード6枚、白眼の聖竜3枚。いや、これはで貯金箱まだ3つもあるから、まだ金を貯めるぞ。これはちょっと上振れすぎですね。無理ですいや、びっくりした。いや、今のは無理だわ。あー、招き猫置いたら価値稼ぎにくいねんな。飯ばっかりやからさ、安いのよ俺の構成。この2つで稼ぐしかないんだけど、ただ一応このムチ2つは早くなる。猫ちゃん一応買っといて、何はともあれカバンがいるので、よし、最高のカバン来た。それは最高のカバンです。一番欲しかったやつ。猫しここで、まあ、一応こうやったら稼げんことは、あ、てか普通に稼げてんのか。でもね、ちょっとバナナが置きにくくなんだよな。どうしよう。でも招き猫置いちゃったら余計に分からされそう。バナナ置かんと。まあちょっとブルーベリーはみ出すけど、こうかな。でスパバナさんで価値稼いで40円。こうするとローズウィップ2本がめっちゃ早くなる。でまあラック稼いで、で次カバン引けたらここに王冠。それでもう俺の構成はファイナルアンサー。ちょっとカバンもう引きに行っとこう。アミュガチャもあり、もう一個メッシュアミュ引いたらなんかどけてでも置きたいもんね。これで行こう。さあラストラウンド前、普通の構成であれば勝てると思うねんけど、ミセス2人いてもそれよりも俺のバフ貯める速度の方が速いでしょう。あ、チーズが最大体力上げまくってるわ。おい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 、やっぱチーズも強い最大体力上げまくってる。うん、やっぱりチーズも強い。体力は最大体力アップ、最大体力アップまた別やっけ。体力回復と過剰回復、ここか。あー、ローズウィップだ。そうだ、ローズウィップくんのパワーがすごいんだ。そういえばエンパー獲得ごとに体力最大値が11増えるやもんな。あ、そうか、だからエンパー優先の方が強いのは強いんか。火力的にはトゲの方が溜まりやすいんだけどね。やっぱエンパーも重要やな。オッケーオッケー、いいよいいよ。で獲得ごとに体力増えてるから、別にミセスに減らされたとしても最大体力が増えるっていうのは変わらない。でデバフもまあだいぶ防いでるやろ。あ、毒漆1個乗らなくなってんのかこれ。毒漆の位置ちょっと考えるか。うんうんこれでいいわ自然だらけやからなんかどこ置いてもいけるいいね。で嫉妬マスカバンやな。で、飯、まあまあありなんだよな。王冠置こう。おい、ラック抜いちゃったけどどうだ。まあええやろ。もう人参も置くとこないね。クローバー1個よりは赤ミュかな。ラストね。まあ、1回回してみる。シトマスカバンか。いや、体力回復もね、ちょっとありやとは思うねんけど。いや、俺は、
即ラック4からのエンパ貯めて最大体力を増やす、エンパをたくさん人参取ってもらう、人参を信じる、うん、これでいこう。で輝ける王冠、まあ早めなくてもいいよな。よしこれでいこう。さあいけ。いや超上振れに当たらなければ勝てると思うねんけどね。最後はゆっくり見よっか。黒ブレだ。なるほどな、黒ブレを早めてんのかこれ、うん、うわ黒ブレ強しか。でも俺は最大体力が増えまくりながら火力も上げていくと、でここで無敵が発動してしまう。その間にクリティカルも存分に出るようになり、とても殴る。ラック取られてたねアリスイに。それがちょっと辛かったけど、まあ、それでもじわじわラック貯めて、いやそうね、4最初にラックポーンって溜まってでからの、まあ、アリスイにちょこちょこラック取られてるけど、でも自分でも貯めて、フルートくんやな、フルートくんがなんとか頑張ってラック貯めて4以上維持してくれてるから、人参が、え、あーいいねフルート置いといてよかった。でこの辺からはブルーベリーもラックを貯めるように、あーそっか、でも無敵が発動すんねんな。そうでもフルートくん置いといてよかった。フルートがなんとかラック4を維持してくれてるから、エンパ、人参エンパがずっとなんとか貯まる状態を維持してくれてる。でエンパが溜まることによりローズウィップ本人の力と相まって最大体力増やして、あよかった、フルートくんナイス、マジフルートナイス。これはあたシーズもあんのか、そっかそっか、シーズ&フルートでラック4を維持してくれてる。だから人参が16エンパも貯めれてる。ローズウィップより貯めるんだよねやっぱ人参って。いや素晴らしいなこれ。いやこれはそう、アミュレット抜いてクローバー2個を気にしたのが絶対でかかった。エンパが全然、たまりが全然違ったから負けてたかもしれん。あそれでも勝ってたかなってぐらい強いけどね。これはクローバー置きの判断天才でしたね、うん、絶対アミよりクローバーやったわ。体力回復まあまあするけど、まあまあするけど、せやね、まあまあなんだよな。それよりも最大体力増やしがでかいから、そうね、赤アミよりはやっぱこの2つ、この2つ置きが効いたわ。よしよしいい判断でした。これいいな、いいランだったわもうおい毒についてはマジおまけやな、これ毒うるしやけど、まあそこそこの火力は出てくれてる、毒はおまけ。いやーよかった、これいいランだったな、満足いく構成です。ちょっとヒストリーやろ、ヒスヒスヒス、えい、これね、そんじょそこらの構成には負けないよ。あ、ね、毒もね、なんだかんだ60に入ってるから、出るときは出るね。相手があんまりクレンズできない構成だったら、そうやんな。リスばっかやもんね。クレンズないもんな。あ、であれば結構毒も戦うな。ほいほい。ドラゴン構成。あ、これちょっと焼かれるか。ドラゴン速攻構成はずっと強いね。ばっくり仰天で早まってて。やっぱ森はドラゴンに焼かれる宿命なのか。ドラゴン出来上がるとつんま強いな。弱炎ドラゴン、メガクロ速攻系には弱いね、うん、ヘルメットとかもないし初動を抑えるで無敵が発動するのも後半やから、基本だんだん強くなる構成やから、そこを時間膨張時計で若干抑えてはいるが、それでもちょっと間に合わない速攻構成には。速攻には負ける。あでも これで勝てるやろ、ゆっくり貯める系に関しては。ゆっくり貯める系に対してはこっちの方がバフ貯めるの早い自信がある。でバフ取ってくる系もそれ以上に取る自信がある、あ勝てる。まあ速攻系、あこういう速攻系怖いな。うんそうやね、あいけるわ。でもいいね犬の遠吠えがめちゃくちゃ聞こえた。あいいやん。エンパが貯めれてないんかな向こう。そやな、エンパがたまらんってやっぱ破滅のグレートソードちょっと弱いよな。この子やっぱエンパ溜まってこそ、エンパ1スタックにつき4ダメージプラス5やからな。それ用のエンパが狼の紋章でしか貯めれてなくて、あそっ か白狼でめちゃくちゃアーマー張って狼の紋章でどんどんエンパ貯めようみたいなことではあるんやろうけど、こっちの火力でアーマーこそいでるからエンパ貯めれてないかな後半はね。そやね、よしよし、うんこれが怖い。あーでも
全然。灼炎ドラゴンじゃなきゃ勝てるか。炎の杖はだんだん火力上がる系やしな。灼炎ドラゴンじゃなきゃ勝てる。あー、こういうのですよ。これ地獄。あ、でもちょっとラック足りてなかったね、今。初手ラック15いってなかったんだよな、この人。ダブルグレソで、パワーで。これは、初手ラック15溜まってたら、ちょっと危なかったかもしれない。14なんだよね。1足りてない。この1足りてないは、でかすぎ。で、結構、1足りてない状態で、しばらくいってるもんな。あ、あれ、これなんかちょっと、数ミスかもしれんね、相手。ラック溜める要素なくて、でどこで15いったんだ？ここか。2を獲得した。ポーションベルトのランダムバフで獲得してるんや。なるほど。でもこの5秒はでかすぎるぞ。その間に俺がちょっとだいぶ強くなっちゃったからな。これはちょっと相手のラック数えミスか、それか単純に到達できなかったのかって感じや。よしよし、速攻以外は勝てそう。雪もね、やっぱ毒漆のデバフ、そう、デバフ対策がなかなかに効くからな。全然一マスでこんだけ働く。何なんだ羊飼いの杖って。羊飼いの杖とは何だったの。いや、ミセス大盛りでも全然ボケたまるね。でエンパは別に取られてもたまった時点で最大体力は増やしてくれるからな。それだけで全然価値がある。今なくなっちゃってるけどね、取られて。わあ、強い強い、いい構成ができました。でも勝てるね。いいね。ナイス構築でした。GG。ありがとうございました。